はい、では今夏ですね。夏休みに入ってると思いますけども、夏といえばなんだか平和と。で、今日7月30日の日曜日ですけども、ちょうど来週の日曜日は8月6日で、8月6日でピンとくる人が実はあんまりいない。で、これはびっくりなんですが、1945年8月6日午前8時15分一発の原子爆弾が広島に投下されました。で、まあ夏だからって言って平和のことを考えるのもどうかと、まあ、年中考えてなきゃいけないと思いますけども、考えてみようと思います。で、今の日本は平和ですかと聞いたら、大概の人は、まあ、平和なんじゃないと答えると思います。で、日本国憲法を平和憲法という人もいます。じゃあちょっと時代を戻って、今の平和、これを考えてみたいと思います。時代は1941年6月17日のニュースから始めます。まあ、ニュースといっても当時テレビありませんから、日本ニュースというニュース映画です。で、当時は映画館でこれ上映されてたみたいですが、実際の映像は今 NHK の戦争証言アーカイブというホームページで見ることができます。で、日本ニュースの第54号、タイトルは海鷲猛威を発揮、大挙重慶連爆、6月の声を聞くとともに我が海の現しは呆然とその矛先を重慶に向けましたという形で、勇ましい音楽をバック、これは動画が始まります。で、空から爆弾どんどん落としている画像の後ろで、かくて重慶上空に達し数爆に数爆、敵首都の心臓部に巨弾の雨を降らせました。今や重慶の政治の重要事態は我が海陸のわらわしのため完膚なきまでに叩きつけられ、ついに恐怖に取りつかれた民衆並びに外人筋では蒋介石に対して真剣に戦闘を流すに至ったと伝えられておりますという1分30秒くらいのニュースです。で、当時の日本人はこれを映画館で見てます。で、まだこの時期日本は空襲を受けてません。で、この映像を見た日本人、爆弾が落とされた先のことをどれだけ思えていたでしょうか。で、この重慶爆撃というのは1938年12月から1941年8月までの3年間200回以上の空襲を日本軍が行ったものです。で、さっきのニュースは1941年6月の空襲を日本側、要は爆弾落とした側から伝えてましたが、このニュースのちょっと前、1941年5月の空襲を爆弾を落とされる側で体験したジャン・チリアンさんという当時16歳の人の証言を、まあ、重慶爆撃が何だったのかっていう本からちょっと紹介します。で、これから1分ちょっとぐらい悲惨な描写を話しますので、そんなもん聞きたくないという人は声からちょっと意識をそらしておいてほしいんですが、多くの死体がそこに積まれていた。ほとんどがひどく損傷し、体は血だらけだった。粉々になった衣服からわずかに母と姉だと弁別できた。死者の山から遺体を掘り出し、母や姉と対面した。母の左腕は骨が折れて、皮でかろうじて腕と手がつながっていたが、手のひらがなかった。そして爆弾の破片が母の左胸に深く差し込んでいた。姉の全身は弾痕だらけで、心臓は大きな破片によってえぐり出されていた。あまりにも無駄らしい光景に、私たち3人は恐れおののいて顔色が変わり、互いに抱き合って大声で泣き、なすすべを知らなかった。で、日本軍は重慶以外にも中国の各都市を空襲しています。で、ちょっと時間進めます。4年ちょっとぐらい、1945年3月11日のアメリカの新聞ニューヨークタイムズ、ここにこんな記事が出ます。センターオブ東京ディフェスティットバイファイアボンブ、まあ、東京中心部が爆弾でひどく破壊されたという感じですが、中にこんなことが書かれてます。東京中心は壊滅した。日本の首都の中心15平方マイルは灰とまだ燃え続ける廃墟が地上を覆っている。そこにはほんの24時間前までは大小の工場、そして家が建っていた。で、これを書いた記者は How many perished in the Holocaust cannot be estimated、まあ、この虐殺でどれだけの犠牲が出たか見当もつかないとも書いてますが、記事の大半はカーティス・ルメイという指揮官の発表内容です。で、そこは爆撃の詳細な内容と If the war is shortened by a single day, the attack will have served its purpose、 戦争終結が1日でも早まればこの作戦の目的は達成されると
という発表が。じゃあこの記事から爆弾が落とされた先の出来事に思いを馳せたアメリカ人がどれだけいたか。でこの記事、1945年3月10日未明の東京大空襲、これを報じています。で爆弾を落とされる側で体験した加納照夫さんという当時15歳の人の体験をまたちょっと読みます。また1分30秒ぐらい悲惨な描写ですから、逆にないという方は耳から意識を外していただきたいんですが、私がいた川に降りる石段にはびっしりといたほとんどの人が亡くなっていました。おそらく窒息死、一酸化炭素中毒死、ショック死だろうと思います。傷はほとんどありませんでした。私だけなぜか助かりました。鉄カブトで川の水を私たちにかけてくれた人も水の中に沈んでいました。放射砲隊の兵隊が来てあまりの惨状にびっくりしていました。この中に誰か生きている者はいないか、いたら上がってこいと言われ、私は死んでいる人たちを踏みつけて上がっていったんですが、非常に驚かれました。階段から上がると黒焦げの死体がゴロゴロしていました。まだ鈍っていました。私もそこにいたら同じようになっていたはずです。昼間しか何かを見つけて自分の身内と確認したらしい人が泣いて下にすがっているのを私はぼやっと見てきました。人間の尊厳など全くない状態でした。それから一昨日橋の浅草側に登っていくと死体の山でした。消防自動車は焼け、消防士も自分の持ち場についたまま亡くなっていました。死体はいろいろな形をしていました。ピンクもあれば真っ黒もあれば、マネキン人形のような人もあれば、何がどうなってそうなったかは分かりませんが、いろいろな形で亡くなっていました。でこの3月10日の空襲、これは死者10万人以上、家などを失った罹災人口は100万人以上と言われます。でこれだけ犠牲を払って、8月15日やっとこ戦争が終わって、焼け野原の中で大概の人はもう戦争はコリコリだと感じてたはずです。なのでこの憲法9条、これを見た時の輝きと言ってたら、まあ想像に難くありません。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。全国の目的を達成するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の公選権はこれを認めない。今こういう憲法を持って70年経ってるわけですが、じゃあ時間をちょっと進めます。ちょっとじゃないな、2017年の7月7日、3週間前ですね。オペレーション終え切り、インヒアレントリゾルト、これ日本語では不動の決意作戦と訳されてますけども、イスラム国に対するアメリカを中心とした有志連合による軍事作戦で、ここの2017年7月7日のニュースリリースで、2014年8月から2017年5月の間にシリアに対して2万1910回の空爆を行って、少なくとも724人の民間人が犠牲になったと、こう報告してます。じゃあこのニュースから爆弾が落とされた先のことに思いを馳せる人がどれだけいるでしょう。というよりも、私はこれが報道されているのを見たことがない。で爆弾を落とされた側、自分の家族とか大切な人が犠牲になったとして、誰がこんなことしたやつは、今の時代なんでインターネットで調べられます。そうするとその爆弾を落とした側のホームページ出てきます。そうするとこんな絵が出てきます。これはその有志連合、不動の決意作戦をやってる有志連合の絵ですけども、ここに日本がしっかり入ってるんです。確実に今爆弾を落とす側にあの憲法9条を持っている日本がいます。で考えてみれば、第二次世界大戦の後地球のどっかで戦争が起きてました。で1993年に公開された、これまたアニメ映画ですが、もう四半世紀以上前になりますけども、機動警察トレイバー2と、これ名前はあれですけども結構面白いんですが、その中でこんなセリフがあります。かつての総力戦とその敗北、米軍の占領政策、ついこの間まで続いていた核抑止による冷戦とその代理戦争、そして今も世界の大半で繰り返されている内戦、民族衝突、武力紛争、そういった無数の戦争によって合成され支えられてきた血まみれの経済的繁栄、それが俺たちの平和の中身、
戦争への恐怖に基づくなりふり構わぬ平和、正当な対価をよその国の戦争で支払い、そのことから目をそらし続ける正義の平和、その成果だけはしっかり受け取っていながら、モニターの向こうに戦争を押し込め、ここが戦線の単なる後方に過ぎないことを忘れる、いや忘れたふりをし続ける。でちょっと憲法9条に戻りますが、これ見ると誰もが思い浮かべるのは自衛隊です。防衛省のホームページではこう説明されます。自衛隊は自衛のための必要最小限度のもので、戦力ではない。それから個別的自衛権に基づく武力行使は公選ではない。で、まあ、ここからは東京外務大の石崎健一さんがずっと言っていることを、まあ、私の理解で話しますけども、まず自衛隊が世界有数の軍事力というのは、まあ、いろんなところだと思います。で、今の時代武力行使が許される言い訳は国連憲章で定められている3つだけ、集団的自衛権、個別的自衛権、それから集団安全保障、これ PKO みたいなものですが、でこの言い訳で武力が行使されたらもうそれは公選で、公選が始まったら国際人道法で統制されると。で国際人道法っていうのは戦争するときにやっちゃいけないこと、それから使っちゃいけない武器、そういうものが規定されている国際的なルールです。で当然自衛隊も個別的自衛権行使する場合、国際人道法で統制されます。で国際人道法に違反する行為は戦争犯罪です。民間人を誤って殺しちゃったりしたら、そういう過失も戦争犯罪で、刑事事件と戦争犯罪、これ何が違うかといえば、刑事事件は刑を下した個人の責任が問われますが、国際人道法にのっとって抗戦している戦力は国家の命令で動いてますから、軍事組織の過失は個人に命令を下す国家の指揮命令系統が責任を負わなきゃいけない。でも日本にはこの憲法があって抗戦しない前提になってますから、戦争犯罪を裁く法体系はありません。ってことは抗戦中の過失も個人の責任になっちゃう。仮に日本が法治国家だと言うならば、今の日本の自衛隊は絶対に過失を犯さないという前提で存在しているということになります。でさらに自衛隊は PKO で海外にも出てます。戦争犯罪を裁く法体系がないっていうのは、これ参加5原則とか今騒いでますが、そんな次元の話じゃない。自衛隊員が PKO で派遣された現地で誤って民間人を撃ち殺したとしたらどうなるのか、これもやっぱり自衛隊員個人の責任になっちゃう。ってことは今自衛隊は絶対に過失を犯さないという前提で PKO を派遣しているということになります。でこの日本国憲法下で民主的に日本国民が70年間選択してきた結果、それは自らの手は使ってないですけど爆弾を落とす側に立って、しかも世界有数の軍事組織を絶対過失を犯さないっていう神話をもとに実運用していると。今も自衛隊海外にいます。ジブチに活動拠点作って海賊対処の活動を続けています。で70年前過去の加害の歴史とか被害の歴史とか、そういうものを踏まえてこの憲法に込められた思いってものがあるはずです。で私はそれはもう加害者にもなんないし被害者にもなんないっていう決意だと思う。で国家の理屈で戦争始まりますけど、実際殺し合いするのは個人です。一旦戦争が始まっちゃえば大義もクソもありません。自分とか自分の隣にいる人、これ守るためには相手殺すしかない。お互いにそうなんです。これただの悲劇ですね。こういうことを避けるためにはもう戦争を始めないっていうことしか方法がない。でも世の中いろんな国がある。今いろんな話題になっている国がある。おかしな国が出てきたときに対処するための国際的な枠組みとか個別の自衛手段というのは必要かもしれない。で憲法を守るって言います。保険、これ憲法の文言を一応言ってますけど、それが止まってないって、それで喜ぶような話じゃない。もう加害者にもならないし被害者にもならないっていう、これが憲法に込められた思いならば、現実はもうそこからかけ離れちゃってます。それを本来の憲法が求める思いに戻すにはどうすればいいか、これを考えるのが憲法を守るってことです。でそのためには今の憲法の条文は変えなきゃいけないかもしれない。で憲法に込められた思い、これを知るためには被害の歴史も当然ですけども、加害の歴史も知らないといけない。でその込められた思いを実現するために具体的に何をすればいいか、それは
憲法を書き換えることも含めてちゃんと考えなきゃいけないですし、今自衛隊が現に存在してジブチに現にいるわけですから、それは一刻も早くやんなきゃいけないことです。ありがとうございます。